ショータイム。ショータイム。二戸の友人やです。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、はい、ソシオニクス。うん、この動画は、はい、めまいさん。めまいさん。のブログをもとに行っております、うん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。前回、前々回と、はい、まあ、ソシオニクスとは、うん、っていうお話と、うん、モデル A の8つの動き、うんうんうん、要は MBTI だと、うん、説明されるのが、うん、主機能、うん、補助機能、うん、第三機能、うん、列島機能、うん、っていう4つがなんか動いてみたいな説明をされてですね、うんうん、二戸兵は、うん、へえそうなんだ、うんうん、4つで動くんだね、わ、うん、かるわかる、うん、ってやってたんですけど、うん、隊長はいやいやそれ以外は8つ、ああ要は外交内交、うん、直感感覚、うん、思考、うん、感情、うん、認知判断、うん、8つあるじゃないかと、うん、でその外交内交とその組み合わせていくと、うん、8つあるけどどこ行ったんだよ、うん、っていう疑問を感じていた、うん、感じていたっておっしゃってて、うん、でソシオニクスでは、その8つの動きがあるよっていうので、うん、前回全部役割がある、役割がある、うん、心の動きがあるっていう説明を前回の動画でさせていただいたんですね、うん、はい、でまた同時にあのタイプ診断したじゃないですか、うんうんうん、で体調はどうやら迷いのよう、お迷いのようだが、はい、いろんなタイプでお迷いのようだが、うん、この我々の、うん、その動画で、うん、じゃあ一緒にこの設問の、はい、捉え方みたいなのをやりながら、うんうん、タイプを診断しようとやったんですけど、はい、そこでその体調が出たタイプが IEI、うん、IEI、 I、 その一番初めに出てくる I は直感、うん、で E が倫理ですね、倫理、 I で I が最後の I が内向、うんうん、なのでその IEI の、うん、心の動き、うんうん、これを MBTI で言うと、うん、INFJ、うん、はい、ちょっと INFJ って出たことありましたっけ？ないです。あ、ないですというか、はい、ずっと迷ってるのが、はい、ISFP か、はい、INFP で、最初に診断した時かなんかはカーシー博士、カーシー博士、はい、もう一番最初にやった時はやりました、ね、T が出た気がするんですよね。あ、INTP か ISTP、 INTP で僕あの 1% で羨ましいって話をそうそうそうした覚えがあります、うん、はい、っていうのはあります。あと体調が出たことあるのは INTP、うん、INTP、はい、INFP、はい、ISFP、 なるほど、はい、で今回出たのが、うん、MBTI でいうところの、うん、INFJ、 INFJ、はい、だったんですね、うん、まあ、きっちりリンクしてない可能性はあるかなっていう、まあ、うん、そうですね、うん、ソシオニクスと MBTI は別物ですしね、うん、でまたこの MBTI とソシオニクスで、うん、まあ、顕著な違いとしては、うん、ソシオニクスは P と J っていうところがなく、うんうん、主機能が感情かシンキングの場合、うんうん、J になる、うんうん、で主機能が感覚か直感、うん、S か N の場合、うん、P になる、うん、っていうなんか JP スイッチっていうのがあるらしいですね、うん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 、なのでそれがまたなんかいろいろ MBTI とはちょっと捉え方が違うんですけども、うん、体調が出たタイプが IEI、うん、IEI だったため、うん、今回はその IEI の説明を、うん、モデル A っていうその8つの心の動きで見てみましょうと、はい、IEI、はい、で主機能が NI、はい、内向直感ですと、うんうん、なのでじゃあ先に説明だけさせていただくと、うんうん、8つの心の動きが IEI の方はこのように動きます、うん、直感ファーストが NI、うんうん、内向直感、うん、これは主導する機能ですと、うんうん、でセカンドが FE、うん、外向感情ですね、うんうん、想像する機能です、うん、で3番目が SI、はい、規範する機能です、うん、なんで外内向感覚ですね、はい、うん、で4番目が、うん、脆弱な機能として外向のシンキング、うんうん、
で5番目が暗示された機能として、うん、外光のセンシングなので感覚、うん、で6番目が、内光のシンキング、うん、動員する機能とありますね、うん、8、7番目が無視された機能が、うん、外光の直感 N、うん、で証明する機能として挙げられているのが、うん、内光のフィーリング、うん、でこの色の濃さが、うん、1番目と8番目が濃く、うん、2番目と7番目が2番目に濃い、うん、で3番目と4番目がっていう順番で、うんうん、多分これが表出する部分なのかなとはちょっとなんとなく思ってたんですけども、はい、で MBTI の対応としては、うん、ファーストが主機能、セカンドが補助機能、うん、で6番目が第3機能、J ですもんね、動員する機能として、うん、まあ、MBTI だと第3機能が、うん、ソシオニクスでいう6番目、列島機能が5番目、5番目と言われています、はい、うんうんうん、という心の動き方をしてるみたいなんですけど、はい、うんうん、IEI 内向直感主導する機能は、うん、主導する NI は、うん、周りの世界を直感しないときや世俗的な出来事から自分が解放されていて有利していると感じるときに一般的に現れますと。このため彼らは非常に発達した想像力を持ち、そして独特な精神世界を築いていることがありますと。しかし同時にひどい怠惰や無気力に陥ることがあって、彼らは想像力を使い世界を理解するので、データや経験が足りない状況でも切り抜けられるかもしれませんと。ただし想像力を過信して実際のデータを無視しすぎてしまえば短所にもなります。時間を超越して因果関係を把握する能力も NI の特徴です。この能力は今後の大まかな流れとその結果を正確に予測する能力へとつながることがあります、はい、ってあるんですけど、うん、どんな感じですか。まあ、わあそうやって言ってる意味はわかります。でそうかもしれない。隊長はなんか私の SEE を見てもそうかもしれないって言いそうですね、うん、隊長の性格だと、うん、あそういうところもわかるなって。そういう、まあ、これもわ かるっていうか、まあ、わかります。なるほ ど, どうなんですか、ね、だとじゃあ2番目想像する機能、うん、FE、はい、外交感情、うん、MBTI でいうところの補助機能ですね、はい、FE を想像する機能に持つ人たちは、うん、ソシオニクスという2番目ですね、はい、個人や集団にあるいは風景自分が居合わせた物理的な環境の様子、自分のいる場所や自分の周りにいる人々との情緒的なつながりといった生き物でないものに対しても雰囲気を感じ取ってしまいますと、うん、彼らの幸福と心の平和のためには雰囲気が良いことは欠かせないのですと。だから自分の周りに直接働きかけたり、あるいはシンプルに悪い雰囲気の元凶と思える環境や人間を追いやったりすることで良い雰囲気を作ろうとします、うん、なんかこの辺すっごいピンときますね。なんかこの辺はわかりますね。そうですね、なんかすごい僕の中でも今合致してますで、うん、IEI、はい、INFJ は長期的な視点で考えます、うん、だからこの場所を雰囲気よりもむしろ他人が人に向ける長期的な感情の状態に焦点が向けられます、うん、それは関わりのある人たちと仲良くしようとするところや、うん、修復不可能なほどに敵対した人に対して距離を置いたり保身したり、はたまた予防的に攻撃したりするところにこの特徴が反映されます、はい、あなるほど。この想像する機能に外交感情を使ってるっていうことですね、うんうん、なるほど。主導する機能が内向の直感で、はい、うん、想像する機能が FE であると、うんうん、ソシオニクスも面白いですねそうやって考えると、はい、うん、